はい、一緒です。ほんじゃ今日も今日もウィッチャー3ワイドハントやっていきたいと思います。でね、前回ついにゲラート君の元カノトリスと出会いました。で、まあトリスと話すと、なんかシリーについて有力な情報をつかめるかもしらん有名美術師っていうのを紹介されて、まあ占いみたいなもんかな。ゲラートは信じてないみたいやけど、俺は結構信じる派かな。信じるっていうか、あの気分上げる派かな、占いで。はい、こんなんはどうでもなくて、でね、今ここに夢見術師さんの家に来てるんですよ。なんか敵のマークがうろうろしてるの気になるけどね。じゃあ早速行ってみようか、占ってもらうか。ないかな今日のゲラウトは。ゲラウト何座なんやろ。お、着いたね。こんばんは。通りかかっただけか、それとも具体的に何かお探しか。こいつか、夢術師ルドルフ・デヨンキアだ。デヨンキア家の一人だ。祖先がこの町の基礎を築いた。今では最大の銀行を所有している。金持ちやな絶対。名前だけで十分だろう。父はよくこう言った。みんなにお前の価値を知らしめなさいとね。ほうほう。はい、ちょっと飛んだね。はい、俺はねコリンヌっていう有名美術師を探してるんよ。知らん、コリンヌ有名やろ。コリンヌ、コリンヌティリーを探す。一度聞いたら忘れんやろ。コリンヌ、コリンヌは中だ。ここ何日かこの家の過去を夢で見ている。おう、なんでこいつこんな焦ってんの。なんでここに立てない。そもそも家の中入ってないのに。何が起きているか興味ないのか。その目で見たらどうだ。私は銀行家だ。呪われた家は恐ろしい。幽霊が資産価値に与える影響がわかるか。それにコリンヌに邪魔しないよう頼まれた。え、ずっと外出てんのその間。どんまい、金持ちやのに。入っていいかな。中に入って様子を見たい。普段なら他人に家を物色させたりはしない。だがその件、ウィッチャーだな。入っていい。気まぐれだと思う。何、なんか戦いとかある、もしかして。どういう夢美術師が過去を見るの、ちょっとわからんな。そいつが何をできるかがちょっと分かってないね。夢美術師って何、分かりづらすぎひん。パンとか取っとこう、このドアの隙間から。あーって、どの人かな。こんばんは。あ、なんかまだある。女の人か、コリンヌ・ティリーは。手をこぼさないで。やばい、レディが助けを求める声がする。ゲラート行くぞ。うわ、ドアが勝手に開いた。え、今勝手に開いたよね。え、大丈夫か、大丈夫か。やばいやばいやばい、エクソシストみたい。え、何これ何これ。お前は、なんかあいつに似てない、魔女の森で出会った。大丈夫か君。あれ、いるよね。え、消えた。またセクシーなお姉さんやな。起きろ、それはただの夢。大丈夫か。起きろ起きろ、目覚ましですよ目覚まし。こんないかつい男が起こしてくれるとか最高やん。何かおかしい、大丈夫。屋根裏の人形取ってこいとは言わせないぜ。嫌だよ。なんでこんな家にいんの今。よし、次は屋根裏。やっぱり行くの。それを置いて血をこぼさないで。何、牛乳、牛乳の話。なんか女の子いたよね。女の子、人間じゃないかもしらんけど。どこや屋根裏。うわぁ、なんか全部が調べられる家や。変な家。屋根裏行ってみる？行きたくないけど。屋根裏ってどんだけさ、綺麗な家の屋根裏でもあんま行きたくないからさ。どんな夢見てんの？目覚め最悪でしょ、その夢。いや、でもウィッチャー3はね、いいところがあってね。急に驚かす系のはないから、あの、安心できる。急にドン、ビクみたいなのがないから、ピエロギアとな、ピロシキみたいなもんか。
あれなんか声聞こえた今。だからあのホラー展開はないよ。霊の道が塞がれてる。ホラー展開はないからね、安心して。ホラー展開はないよ。その辺は安心していい。これは破壊できるやつかな、もしかして。こんな時のアートですよ。ドボーン、うわすげえ。こんな人んちで魔法ぶっ放す男になりたくないね。なんかリズム刻んでない、モヤモヤが出てる。え、なんかめっちゃモヤモヤが出てる。ホタル飛んでんな。お、硝酸カリウムや、初めて見っけた。これ爆弾の道具なんですよ、硝酸カリウム。爆弾の素材かな。こんなところに硝酸カリウムがあるなんて。こんな屋根裏来てみるもんやな。めちゃくちゃなんかあるね、人形か。これがでもほら、なんかもうおかしいやん、これ。こういうの何でやったっけ、幽霊が起こす怪奇音みたいなやつ。あ、始まった、夢のノビグラドが。怖いね、ギャラドあんま怖くないんやろな、こういうので。こういう経験めっちゃしてんだよな、この人。いや、すげえやな。うわ、何ゆりかごの絵、ちょっと読んでみようか。なんか関わりがありそう。人形か、絵の中ではゆりかごに横たわっていた。え、なんか入れてみたいな言ってるけど、ゆりかごに入れろってことかな。書いたの、この、うわ、もうやめよ。ゆりかごに入れろ。それを探すとしたやな、ゆりかごに入れろってことやな、どう考えても。ゆりかごなんてあったっけ。ゆりかご見た記憶がないな。これか、これか、これ違うな。怖えんよ、ここ。これは椅子やな。おお、やめろ、急に転がるな、ゲラちゃん。ゲラト君、急に転がる癖あるからね。どこやろ。もう、めちゃ笑っとる。下にあったりしたっけ、ゆりかご。ゆりかご探します、見た方はこちらに連絡してくださいっていう張り紙貼る、ゲラルト。どこだ、めちゃ笑っとる。ちょっと悪夢つらそう。ちょっと家の前で待ってるやつも呼んでこようぜ。ないか、この辺にゆりかご。暗いんよね。松明でもつける、せっかくやし。松明でもつけるか。人んちで松明をつける男。ない。あれでもゆりかごないぞ。こっちかな。なんか進んだ、ゆりかごあった今、てか全然気づかんかったわ。おや、閉まったん、開いたん、どっち。扉が急に閉まった理由を調べる。やめてよ、もう。ここにゆりかごはあったみたいね。あ、違う、あったわけじゃないんか。さてさて、なんか貼っ、ん、なんか貼ってある。なんやなんや。傑作はまだ一枚、かまどと焦げた鉄格子。かまど炭治郎や。楽しい謎謎だな、かまどを見つけないと。次はかまど、かまどなんてどこにあった。かまどの絵見てみよう。上手やん、子供が描いたんかな。かまどなんてあったかな。オリンヌかまど知らん。かまど炭治郎、これは違う。2階にかまどなんて置く。1階やと踏んでるんやけど。うお、ちょ、もうギャラと急に転がんのよ。ここでしょ、かまどあるとしたら。地下とかあるやん、げー、やだな、地下。こんなとこ来たっけ。怖っ。地下行く行く、地下。開いたけど。あ、ゲラート、落ち着け。ゲラートは、うん、率先して行くな。
あ、あった。見っけた。ちょうど火もついてるし。ピザでも焼いてみる？せっかくやしね。美味しいピザでも食おう、こんな怖い時は。うわ、ちょっとその暗闇展開やめて。樽。うわぁ！びっくりした。怖かった？怖かった。怖かったでしょ。わかるんだから。大きくて勇敢な男がちっちゃなサラを怖がるなんて。びっくりしたわ。サラ。にしておけ。誰かを怖がらせる。お前あいつ似てんな。なんだっけ、ジャッキーじゃん、ジョニーや。私を傷つけるの？ちょっとくらい遊んだ。いや、そんなつもりはないよ。どんな遊びだ？あの女の人が眠ったら。ひどい悪夢を見せるの。結構結構悪いな、それ。すごいでしょ、面白いでしょ。結構悪いよ、君。面白いな。しかし夢見術師。そうだよ、サラ。彼女を目覚めさせて。お前なんか目玉焼きみたいなついてないか、頭に。じゃあ俺が遊んでやろうか、サラ。これは遊びじゃないんで、サラ。サラは危ない子じゃないよ。これジョニーにそっくりじゃない？どういう妖精なん？悪いな、これ遊びじゃないね、サラ。そんな遊び方じゃ楽しい。そうだよ、サラ。友達紹介してるわ。退屈なもの。人間はみんな退屈。目玉焼きじゃなくてお花やったな。夢見術師に悪夢を見せ、目覚めさせようとしない。なぜ彼女を苦しめる？確かに。誰も苦しめてない。怖い夢は面白いな。そうかな。面取りに追いかけられる夢とかね。真っ赤な。いや、楽しい夢の方が楽しいやろ、当たり前やけど。教えてあげる。実はこの家少しも取り憑かれてないの。そんなふりをしてみんなにそう思わせてるだけ。誰もいなかったから引っ越してきたの。それは快適やな。その後にここを買った。銀行家は嫌い。一緒に住むのはもっと嫌い。あの家の前にいたやつね。銀行家は心底怖かった。めっちゃビビってたよ。彼はこの家に大金を払ったし簡単には手放さない。別の家。そうよ、ジョニーと一緒に住めば。お断り。取引とかしてみる？サラ、ノビグラドはゴドリングの住む場所じゃない。だが住みたいならお前の勝手だ。だから取引しよう。何？何すんの？ゲラウト。どんな？夢見術師から手を引け。引き換えに銀行家には家が呪われてるという。それを解く手段もないとな。なるほどね。本当に？彼が信じなかったらどうするの？俺はウィッチャーだ。やつは死んじゃう。確かに。うん、うん、そうしてくれればお友達を困らせないって約束する。少しもよ。すごく親切だ、ね。なんやお前、話わかる子やっけ。めったに言われないが、ありがとう。めったに言われへんねやけど、どうまい。お坊さんを起こしてきて。止めないわ、起きるはずよ。でめちゃくちゃビビったけどな、このピザ窯から出てきた時は。さすがのゲラウトでも。あら、びっくりしたよ。いい日やね、今日は。その黄色い目は少し怖いわね。見て、私のは可愛いでしょ。お前の目も可愛いよ。でもゲラウトの目も俺は可愛いと思うよ。ああ、ビビった。まあまあ、そんな怖いもんじゃなかったな。何、まだ笑い声すんの？じゃあ、まっぱとサラ戻して起こしてあげよう。サラも目覚めが悪いっしょ、こんなんじゃ。もうめちゃめちゃ取れるもんあんな。よし、サラ。サラ、待たせたな、サラ。サラじゃない、サラはあの子や。名前なんだっけ、コリンヌや、コリンヌ。お、コリンヌ、おはよう。元気してた？もうセクシーポーズ。置き方がセクシー。大丈夫、コリンヌ。頭痛い？ウコン飲む、ウコン。あなたは？ゲラウトと申します。好きな食べ物は、オクラです。はぁ、ひどい悪夢。この家の過去を夢で見るはずだったのに。代わりに見たのは家具。私を飲み込もうとする飢えた家具。怖いな、それ。バカみたいに聞こえるでしょうけど、でも夢の中ではまるで現実みたいに。まあまあ、苦しいな。仕方ないよ。君は頑張ってたよ。ゴドリングの仕業だ。幽霊屋敷だと人々に信じ込ませていた。しかもちょっとした冗談を君の夢に吹き込んだ。起こしてくれたのね。運が良かったわ。そうだね。ウィッチャー流で対処したんだ。だいぶウィッチャー流やったね。本当にひどい夢だったわ。お礼の方法はある？あるぞ。ノビグラドで目撃された若い娘。娘のようなね。きっと手伝えるわ。でもまず頭を整理しなきゃ。
おかしな夢のせいで蜘蛛の巣だらけみたい。ゴールデンスタージョンに来て、部屋を借りてるの。何そこ高そう。ゴールデンスタージョン高そう。ゴールデンスタージョンに行ったらいいかな、早速。じゃあ、あいつに教えなあかんのか、この家呪われてるぞって嘘つかなあかんねんな。あ、こうじゃなくて、サラずっと笑っとる。サラ、膝側にいた時マジでビビったからな。もうゲラルトそこ転がる癖。さ、じゃあかわいそうやけど、あいつに教えたるか。この家呪われてんぞって。まだおるか？あ、いたいたいた。残念やったな。この家呪われてたわ。雨の中、ご苦労様です。コリンヌが出てきたが、話してくれなかった。問題は解決したのか？それとも逆か？ある意味逆かな。どんばい？両方だ。悪魔がコリンヌに取り付いていた。彼女は解放したが、家はまだ取り付かれてる。コリンヌはこの家の過去を見たのか？見たんかな？かなりおぞましいものだったようだが、うん、話すのを拒んだ。とても人が住む。家具が人を食べるらしいぜ。家のクラウンを払って、まあいい、金ならいくらでもあるから。鼻につくな。お前鼻につくな。急に変わるな。人を変えるな。じゃあゴールデンスタージョンにちょっと行こうか。コリーンのとこまで行ってくるわ。おお、着きましたね。なんか始まったな急に。よかった、ここで言葉を初めて、よかった。助けてくれるか。もう一杯飲むには。ゲラルト絡まれてるやん。俺たちは仲間だろ。なあ、いっちゃん。こんな雨の中で、ようそんな飲んでられんな。ウィッチャーは稼ぎがいいだろう。そうなんかな。そんな俺いつもお金に困ってるけどな。あんまその経験はないんですね。後ろに裸の男いる。ハイチの男いる。気になる。なあ、お願いだよ。ウィッチャーの役目はなんだ？人助けだ。ちげえよ、化け物退治だよ。おらせろ、お前らにやる金はね。悪いことは言わん。その辺にしておけ。うん。分かった。口を開けろ。おい。旦那、言葉遣いには気をつけろ。仲間だからって。何こいつら。え、もういい、切り落としていいですか？黙れ。やめておけ。あ、こいつはちょっと酔い冷めてんのか。そうだぞ。はい、ゼロ。はい、帰れ。そこどけ。お断りで。はい、お前死んだ。どけよ。俺は誰の命令も受けん。ウィッチャーに礼儀を教えてやるぜ。もうやだよ。こんな俺は人を殴りたくないんだよ。助けてくれ。俺は殴りたくないんだ、お前なんか。お、終わり？これなんか関係あるんかな、物語に。もうよせ、よくわかったよ旦那。さっさと家に帰るんだな。家にお帰り、お帰り。何あのな、謎のイベント。そして経験値もらった。そしてお前裸の男、俺はお前が気になっていた。何見てんだ、カモメの軍でもついてるか。こいつワイルドやな。雨の中かっこええわ。さあ行こうか。ここやね、彼女の家は。ガッチャ、うわ、びっくりした。あ、宿屋みたいな感じか、家っていうか。さあ、どこかな。こんないかつい場所におるんか、ほんまに。どこにいるの、地下、下にいるんか。どいてどいて、もうどきな。いややな、こんな客。さあ、どこかな。あー、いいね、酒場のテンション。あ、これ飲んどったんか、あいつら。あれ、あれ、ここに、あ、おらんな。どこや、おーい。あー、この先かな。上にいたわ、地下じゃなくて。やっぱ下ばっか見てるだけじゃあかんな。上を見て歩かなあかんわ。さーて、この先にいるね。こんばんは。うわ、びっくりした。元気、元気してたか、コリンヌ。大丈夫か、酔いは覚めた夢の。そんな高齢術は見たことがない。もちろん参加したこともな。だってさ、私が導くわ。まずはある種の精神的調和に至る必要がある。いくつか質問するから、それに答えて。
心から答えることが重要。夢の中に入れるってこと？夢美術について、うーん、聞いてもわからん気すんな。始めようか。なんかこういうのはね、感覚でやった方がいい感じがする。ノリで シリについて言う通りにして、最も強く、恥ずかしい。シリについての情報。女性の名はシリだ。どういうこと？最初に会った時覚えてる。俺が死んだ時にそばにいた。ゲラルトって一回死んでんの？蘇生されたってこと？全部気になる。これ全部話してくれるかな。一応こっから行こうか。あれはリビアだった。ニルフガードとの2度目の戦争の直後だ。うん。まだ張り詰めた空気が残っていた。何かをきっかけに街で暴動が起きた。どうにかしようとしたが、苛立つ群衆を止められなかった。熊手を持った少年がそれを俺の腹に突き通した。ユネファン死に瀕していた。そんな二人とも死にかけた。シリは俺たちをボートに運ばせ、リンゴの花が咲き続ける地へこぎついた。彼女は俺たちを残して旅立った。それが彼女を見た最後だ。なんでゲラルト生きてたの？ゲラルトってなんで生きてたのその時？あるある、まだまだ全部聞かせてくれ。そうだ、もう一つ。何？じゃあ全部聞きたかったな、あの選択肢。あ、よかった。ゲラルトって一回死んでるの？イエネファーも。どういうことや？これって、実は開示されてる情報なん？それともほんまに分からん情報なんかな？2とかやってたら分かる情報なのか。まあまあまあ、最初に会った時は覚えてる。どうやって会ったの、二人は？昔とある仕事を引き受けた。報酬を選ぶ時、俺は偶然の原則を行使した。何それ？その時は自分に託される子に会うとは思ってなかった。何年かのうちブロクリオンの森で偶然少女に出会った。それが誰かは知らなかった。その森の妖精たちが彼女を気に入り、妖精に変えようとしていた。怖っ。だが忘却の水は彼女には効かなかった。シリは俺と一緒にブロクリオンを出た。その後祖母の元へと送り返したが、すでに結びつきを感じていた。運命によって、それ以上の何かだ。めちゃめちゃ相性良かったってこと？シリとは。もう一つ思い出を。はい、言う言う言う。話す話す。聞いて聞いて。いっぱい聞いて。全部聞いて。慌てないで。時間はあるわ。優しい言葉。全部言っちゃいそう。ケイヤモルヘンで、そうそうそう。そうしたんよ。シリはニルフガードとの2度目の戦争で親を亡くした。若い娘をどう扱うべきかわからない。親父はいるけどね。皇帝が親父やろ。ケイヤモルヘンへ連れて行った。体を鍛え、剣を学ばせ、体力をつけさせれば困ることはないと思った。シリが崩れかけた壁の上に立ってたのを覚えてる。シリは足を滑らせ、そうなんや。ギリギリで受け止めたんだ。だが最も強烈な思い出は、ある日ドレスを着て部屋から出てきた彼女だ。気が乗らないと言いながら、シリは大人になりつつあった。もう子供じゃないと悟った。もう親父の感覚やん。そう、親父やん。ゲラルトただの親父やん。彼氏とか連れてきた時の親父の感じなんやろな。ああそうか、よく来たね。お茶でも飲むかいつってさ、嫌やな、そういう時が来んのかな。泣くわ。なんか想像しただけでちょっと泣くわ。命を救ったこともあるんや。ケイヤモルヘンでの修行の後、ユネファーがシリを自分の娘と初めて呼んだ直後の話だ。ユネファーはそう感じてるんや。離れになった。彼女に危険が迫っていた。幾度となく夢を見た。彼女を見つけたのはスティガ城だ。ユネファーを助けに行った途中で捕らわれたんだ。危なかった。血でぬめった階段でシリと並んで戦ったの。うわあ、エモ。見たいなそれ。石弓の矢を弾いたのはその時が初めてだ。二度としないように言い聞かせた。なんでなん？かっこよい、かっこよいやん。危ないんかな実は。言ってたわね。その女性には力があったと聞かせて。そうなんだよ。
あ、そう、シリのあの瞬間移動みたいな能力ね。そうそう、シリはね、なんか古き血脈の血を継いでるらしくて、それでエルフとかにも気に入られてたみたいやね。だからシリには特殊な能力があって、それが襲われる原因の一つなんじゃないかっていう話もあったよね。ワイルドハントに時空を操りし者って言われてんのは初耳ですね。これ言ってみようか。シリは時空を操りし者と呼ばれている。以前ユニファーに理由を尋ねた。彼女は世界と世界の間を移動する。うまく言えない。なんかスタンド能力みたいやな。ユニファーの話があまり理解。ボス級のスタンド能力みたいじゃない。地理的な移動だけではないことと、その地に陣地を超えた力を宿すことだ。あ、瞬間移動だけじゃないの。時間的な移動もできるってこと。ハルキアとディアルカの力どっちも使えるみたいな。最強すぎん。もっと聞かせてくれよギラルト。ああ、もう一つある。もう一つっていうか、さっきからもう一つって言いながら結構喋ってるけどね。古き血脈の末裔なんですよ。古き血脈の末裔だ。血塗られたファルカの子孫、火炙りにされた反逆者の。予言では火をつけた者の血脈に世界の破滅者が生まれると。世界の破滅者か。そう言われてたな、死にも。変化する時を知ってる。信じるものを得た時を。あなたがあまり話をしたがらないのも頷けるわね。わかったわ。他には何か。まあそれを信じてるやつもいるんやろな。まだあるんよ、聞いて。ああ もう一つあるって言いながら長いなこいつって思ってるんやろな。あいつもう一つってか長えなって。シリが力の制御に苦労していたのを覚えてる。イエネファーが簡単な呪文を教えたら、シリは近くにあった小屋を破壊した。シリはショックを受けたようだが、力が強すぎるんか、逆に。力の制御を身につけるのには時間がかかった。正直今でも完全には。だから魔法は使えへんだよね、シリは。瞬間移動うまかったよね。男爵作ってたし。いや、そんなところや。始めよう、ええ。彼女を大事に思うのは分かったわ。でもその口をそこまで注意深く隠す感情は。続けてくれないか。何かを隠してるのか。くつろいで。力を抜いて。私の手を取り、シリに語りかけて。なんかいやらしい店みたいやな。この部屋のさ、色合いとか。シリが俺を見つけられなかったなら、別の友人を頼るはず。誰やろうな。それは誰？イエネファーとトリス。まあ耐えるかもしれんけどさ、二人の話的に全く来てないよね。ダンディリオンって誰やったっけ？エルフ？あれダンディリオンじゃないか。じゃあダンディリオンかもしれん。誰や？二人は仲が良かった。ダンディリオンとは？ググるか。あ、寝るんやゲラルト。いい夢よな。手編みのマフラー作ってる、もしかして。手投げー。夢へと連れて行かれるんか。うわ、え、あ、こいつがダンディリオン。誰やお前。ツバメ？ツバメちゃんこれ。シリといえばツバメじゃない。なにこの面白い男。なにこの言葉発せずに色漏れや出れるやろお前。言葉使わへん、サイレントで。逃げてる？ダンディリオン。ツバメずっとついてくるやん。うるさーいって感じ。うわーすごい爆発した。え、びっくりした。ダンディリオンに何かあった？あんな面白いやつが友達にいんの？ゲラルトは早く言ってくれよ。会いたいわあいつに。どうやった？ゲラルト。最初はツバメの夢だった。それから悪夢に変わった。時に夢は増幅する。過去と同様に未来を。今のは未来ってこと？ツバメはシリを意味してる。ダンディリオンを訪ねたようだが、あいつが町にいたとはな。聞き覚えがあるわ。誰かが遺言で彼にローズマリー&タイムを残したとか。なんだそれ。率直な感想やな。ローズマリー&タイム、スタンドの名前か。
ダンディリオンって面白そうなやつやな。会いたいな。ローズマリー&タイム、どこにある？町に入って歓楽街を進むと橋に突き当たる。ローズマリーはそのすぐ先よ。女郎屋を相続したのか？そう聞いたわ。そこに行けばいいんかな。とりあえずダンディリオンに会い、あ、じゃあ次ダンディリオンに会いに行くんや。楽しみ。助かったよほんまに。幸運を祈るわ。ありがとう本当に。いやマジで助かった、サンキューな。あー、ツバメがシリを意味してるってことはシリはこの町にいるって感じなんかな。なんかクエスト完了した。君に届け、エモい歌が流れてきそうな、いいエモいメッセージが出たな。君に届け、クエストか。これは何やろ、シリに会えるんかな、もしかして。じゃあ今日はこの辺にしようか。ゲラルト、どこ見てんの、やめときなさい。ゲラルト、なんかこの人身長高くね？え、この人身長高くね？ん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 ？あ、なんか乗ってんのか、椅子に。びっくりした、なんでそんなとこ立ってん、なんでそんなとこ立ってんの、コリンヌ。え？もしかして背が高いマウント取りたい人？じゃあ今日はこの辺にしとこうか。なんかついたし、炎も。いやー、シリに近づいてるな。次回はダンディリオンに会えるかもしれんね。あいつには会いたいな。面白そう。それじゃあね、今日の動画が面白いと思っていただければ、チャンネル登録、高評価していただければ嬉しいです。それじゃあね、今日もありがとうございました。バイバイ。